はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、まあ見ての分かる通り、多分一番強いであろう煉獄さんの、武器、そして一応念のためね、日輪刀のと、水面斬り、これが最大攻撃だと思うんですけど、まあ煉獄さんの方がね、距離もあってかつ攻撃も強いので、ちょっと今回これで試してみようと思うんですけど、まあとりあえず多分タイトルを見てもらえば分かると思うんですが、今回サイレントヘッドのモッドを入れました。はい。この子は相当強いで有名なので、今回、この子と、鬼滅モッドで戦ってみたいと思います。どちらが勝つのか。もう早速やりますか。じゃあ、もう。あ、でも一回ちょっとベッドで寝ときたいから、ちょっと夜まで待ちますね。ちょっと夜になって、寝たら、寝て、ちゃんとリスポーン地点を確保して、スタートしたいと思います。念のためね、ちょっと、遠く、結構遠くに離れてきたので、ちょっと待っててください。なかなか暗くならないので、もうやっちゃいます。はい。ということで、負けなければいいんですよ。いきます。まず出して、この子ですね。はい、この子ですね。ちょっと 見ましょうか。しっかりこの子です。はい、サイレントヘッド、この、うわ、すーげーなー。で、この子ちょっと離れたところから、ここら辺からいきましょうか。じゃあいきます。ゲームモード、あ、ゲームモード、ゲームモードでいいね。スタート。あ、間違えた、クリエイティブでした。ゲームモード、サバイバル、はい、ひし、ひ、あれ、どうしたというのかね。あれ、おい、ん、あれ、どうした。おそらく夜じゃないといけない可能性があるので、今から、これでやりたいと思います。ゲームモード。これサバイバルにして、で、出す。で、ほら、来た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 。で、遠距離だと勝っちゃうので、この、水面斬りでいきたいと思います。これだったら一瞬、ふっ、打って逃げる、打って逃げる。そう。打って逃げるを繰り返せば、いけるんじゃないか。見えない、待って、見えない、暗い、また暗い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 。いや、これはやっぱり切るか。切って。切っていくか。切ってか。はい、ダメだ。そうだよね、せっかく鬼滅モッドだから鬼滅の技を使わないといけないんだろうけど、みんな、おぎり、どうだ、よしよしよし、いけるいけるいける、で、あっ、危ない、大丈夫大丈夫、落ち着け、大丈夫、一回落ち着いて、大丈夫、足はそんな速くないな。あ、そっか、これついてるからか。これ切ってみるか。危ない、やばい、危ない、ちょっと待って、そっか、これ鬼殺隊の技、あれがあるとだいぶ足が速いから、普通にこう切る、あっ、おい、マッカー、勝てねえじゃねえかよ。ちょっと、はい、ごめんなさい、すいません、すいませんでした、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。はい、ということで、サイレントヘッド、戦ってみたんですけど、ついでというかね、せっかくなんで、サイレントヘッドのモッドについていた、子たちと戦ってみたいと思います。暗くなってきたけど、これ夜の方が動きそうだから夜のまま行きますね。で、今回、風の呼吸で行きます。あまり使ってないのでね。スタート。どうだ。え？え？行きますよ。ほい。どうだ。あれ？避ける？あ、そうだ。この風の呼吸は確かあまり攻撃技ではないんだ。ちょっと待って。これか。あ、違う、これじゃないな。こっちの攻撃技か。これか。ちょ、これでやってみよう。あれ？逃げるぞ。うわー、来た、やばい、来た、うわー、ダババン、動き止めて、動き止めて、動き止めてアタック、よーし、動き止めてアタックがいいね、これ。ちょっと待って、これちょっと変えちゃおうか。ごめんなさいね、タイムセットで昼でもいいかな。ちょっとやっぱり見やすいのは昼だと思うんで。じゃあ次これいきます。チキンヘッド、チキンヘッド、うわっ、チキンヘッド、止めて、動き止めて、アタック、動き止めて、動き止めて、アタック、いいぞ、いやー、危ない、動き止めて、ビヤー、うまい、よし、いい、あ、あ、止まった、よし、えい、よーし、そんなに強くないね。じゃあ次、こちら行きましょう。クリーウェア、なんだ、うわー、怖っ、うわ、気持ち悪い、なんだこれ、え、ダメージ受けない、うわー、黒、あ、でもそんな強くない、もしかして、あ、そんな強くない子だ。じゃあ次、こちら、な、こっからはね、サイレントヘッドより後にあったんですよ、確か。この卵ちゃんが。もしかしたらサイレントヘッドより強い可能性。
攻めろ、うおら、よし、もう一回、いけ、止めて攻撃、おら、危ない、危ない、ストーキー、センキュー、危ない、ゾンビなのかな、これゾンビ肉落とすってことはゾンビの強化系みたいなものかもしれない。じゃあ次こちらホールデイ行きましょう。あれ早い早い、待って動き止める、動き止めて、ああちょっと動き止める、待って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 、逃げる、一回逃げ、一回逃げ、動き止めつつ、わっ、あぶねやっぱりあれだね、そのサイレントヘッドが一番強いんだね。うん、一応まあでも多分これモッドが 1.12.2 だったかな、そのモッドなんですけど、なんかね 1.15. 何の、サイレントヘッドのモッドもあるんですけど、残念ながらね、ん？何？君か？ごめん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 、そのサイレントヘッドのモッドもあるんですけど、鬼滅の刃モッドがね 1.12.何ということでちょっとできないということ。何これ、卵、わかんない、大丈夫、虐待で訴えられないから僕大丈夫かな精神的苦痛を感じましたみたいな。だからそのまあもし鬼滅の刃モッドがね、いろんなモッドができたらそちらでも戦っていきたいし、まあ普通にね 1.15 のやつで、まあ別のモッド使ってね、そのサイレントヘッドとも戦っていきたいなと思っておる所存でございますこれがね分かんないのよ、これ全然ダメージ与えれない、ごめんなさい、すいません、さこれがね、この霞の、全然与えてる気しないんだよな、ダメージ、あ消えた、あ違う消えてないよ、ごめん、はい、ほら全然ダメージ受けないんだよね、何なんだろうこれ、よいしょ、痛い痛い、ラバラス、はい、ということで、今回は、サイレントヘッドの、モッドを使って、まあ、ちょっと、他にも SCP のキャラとも戦いましたけど、ちょっとやってみました。まあ、もしね、他にもこんなんやってほしいよとか、この子対この子をちょっとやってほしいっていうのがありましたら、ぜひ、コメント欄の方にお書きしていただくと、おそらく、採用というか、はい、やらせていただきたいと思います。サイレントヘッドとか SCP とかね、リクエストいただいた方ありがとうございます。なんかやっぱり海外の方で、かなり、話題になっている、だからカートゥーンやりたいんですけど、なぜか僕カートゥーン入れれないんですよね、なんでですかねまあなんか海外の方で流行ってることをできれば青鬼と戦わしたいなと思っておりますので、よければ、あどうもよければ、コメントいただけると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。